ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。1月28日のニュースを担当いたします、馬事文化応援アイドル、桜花の奇跡の星野奈々です。それではまずこちらのコーナーから。奈々氏の筋肉チェック。このコーナーでは私星野奈々目線で見た週末に役立ちそうないい筋肉を紹介していくコーナーです。皆さん、先週末行われたアメリカジョッキークラブカップ、結果はいかがでしたか？ここのコーナーで紹介させていただいたラストドラフトが3着に入りました。はい、当日の馬券はですね、火曜日に筋肉チェックをして、当日もパドックで筋肉チェックをして、うまく馬券を組み立ててワイドと3連複を的中することができました。ということで、今週も張り切って筋肉チェックしてまいりたいと思います。今週末東京競馬場で行われるのがネギシステークスですね。ネギシステークスはダート 1400m のレースです。昨年の覇者コパノキッキングが今年も出走予定ということで、すでにコパノキッキングに注目が集まっております。そんなコパノキッキングに注目しつつ、2018年の振り返りや奈々氏の注目馬を紹介していきたいと思います。それではコパノキッキングの筋肉チェックです。はい、コパノキッキングの馬体を見るとザ・ダート馬といった感じのムキムキの馬体でございます。ともお尻の方の筋肉はもちろんなのですが、なんといっても前肢、前足の方の肩の筋肉がもう綺麗に鍛え上がっております。この上腕頭筋という筋肉、そして上腕三頭筋、そして脚側手根伸筋がバランスよく張りのある馬体になっております。2018年の覇者のんこの夢も当日はとても綺麗にバランスよく鍛え上がっておりましたので、そういったムキムキのバランスよく鍛え上げられているお馬さんが一着に来るのではないかなと思います。そしてですね、一見、筋肉がつきすぎて走りにくいのではと思う馬体なのですが、ここの関節の部分であったり、この一つ一つの筋肉がバランスよく鍛え上がっているんですね。なので、足の回転率を助けて、速い走りが実現したのではないかなと思います。ということで、ここのキッキングは七種的に硬いなと思っておりますが、他にも気になる大馬さんが1頭いましたので紹介させてください。それがこちらです。じゃじゃん、スマートアバロンということで、スマートアバロンはトモの筋肉こそもう少し鍛えてほしいなといった印象なのですが、前肢前足の方の肩の筋肉がここのキッキングに対抗できるんじゃないかなというぐらいいい筋肉を持っておりました。なので奈々氏はこのスマートアバロンとここのキッキングに注目したいと思います。ここのキッキングは、そうですね、両馬場の時が結構好成績を収めている印象なのですが、ちょっと今日雨が降っているな、大丈夫かなという感じなのですが、週の中頃から天気が回復するそうなので、あまり心配はしておりません。ということで、ぜひネット競馬のデータベースにて奈々氏の気になる筋肉をぜひ皆さん見てみてください。以上、1月28日のネット競馬ニュースフラッシュでした。